はい、本日はお疲れ様です。ありがとうございました。あ、名前を教えてください。加藤大大です。はい、じゃあ今日の自分のプレーはどうでしたか？うん、まあこの前よりかはうまくできた。うまく、どういうところがうまくできましたか？1対1の裏を取るところとかが少しうまくいきました。オフの駆け引きがうまくいったんですね。はい、はい、好きなサッカー選手いますか？ジェフの町田大和選手です。それはどうしてですか？優しいしシュートいっぱい決めるからです。じゃあ学校に好きな人いますか？いません。いません。それは本当ですか？いや、嘘です。嘘です。いるんですね。はい。よし、ナイス。好きな食べ物ありますか？はい。何が好きですか？肉汁ジューシーなハンバーグです。肉汁ジューシーなハンバーグ。それはお母さんの作るハンバーグですか？はい。じゃあ最後にお母さんお父さんに感謝の言葉をお願いします。いつもこういう遠いところまで連れてきてくれてありがとうございます。はい、じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。